そういう役やったことない気がする。何？東京ガールズコレクションにひろゆきさんがランウェイ歩い、え、そうなんだ。ひろゆきさんが TGC に登場したんですか？本当に？へえ、本当、まあでもきっとそう書いてるってことは歩いたのかな。なんかそういうの大丈夫っていう言いそうなイメージがあったから、なんだか意外ですね。私は今日はね、なんか好きなとこも行けたし、充実な一日でしたよ。うん、楽しかった。仕事関係のはね、ちょっと今は発表待ちだったり、なんか準備中だったり、今はなんか報告できるものないかな。もうちょっとしたら何か収録とかだけど、私まだあれ始まってないんだよね、武道館のやつのリハーサルとかも。これから、そうだから今日はそんなに最近なんかしてますみたいな報告できるものありません。プライベートなことだったら全然あるんだけど。なんか夏、最初は夏頃に発表できるかもって言ってたやつとかはちょっとあれですね、10月になりそうです。10月ぐらいに言えるっぽいです。でも着々と準備はしている。プライベートは最近はあのヨッシーの泣き声を YouTube で見ました。どうでもいい報告。俺らが聞きてえのはそんなことじゃねえんだよってね。いや本当に可愛いの。もうちょっと頑張ったら披露できるんじゃないかってぐらい。ヨヒー、ヨシの鳴き声めっちゃ可愛いんだよ。ヨヒー、メロン、これもだ、メロン、メロン、あ、これちょっと似てる。メロン、メロン、あ、今の似てない？ヨシすごいね、たくさん鳴き声あるんだよ。クロリンとかも、あ、これはちょっと似てない。クロリン、クロリン、これはダメだな。クロリンはちょっとねダメだ。私も初めて知った、クロリンっていう鳴き声があるのはね、それを見て初めて知った。ヨッシーの声優さん誰だろう。わかんないけど大丈夫かな。あ、心配されてますね私。先に正解、え、ヨッシーの鳴き声みんな聞いたことない？ゲームとかやっててさ聞かない？あ、わわわわわわわ、あ、似てる。意外とこれ練習したことないけど今割と似てた。機械音違う、機械音じゃないよ多分。もしかしたら私の声質に合ってるのかもしれないね、ヨッシーが。メロン、配信前に練習した。いやもう練習っていうか今日一日中ずっとマスクの下で、あの街の音がうるさいところとかでずっとメロンってずっと練習してた。可愛いんだよ。
ヨッシーの 3D のゲームがあるって知らなかった。動物の森が出た時もちょっと欲しいかもと思ったけど、最近それを知ってちゃんと本格的に 3DS が欲しくなってきました仕事の話しろよってね、明るだって言えることがないんだもん。え、 3DS ってもう売ってないんですか？また違うゲーム機が流行ってるんですか？もしくは人気すぎて。そうなんだ、 3DS ってあんまり売ってないんだ。じゃあ中古の買おうかな。マイクラやったらハマりそう。いや大好き。やったことないけど、見てるだけで好きだから。あれ手出したら私多分やばいなと思ってるから、ハマってしまいそうで、だから手を出さないようにしてます。でも動画とかはよく見てる。 YouTube に上がってるこの世界を表現してみたみたいなやつを YouTube で見たりしてる。それで抑えてる。やっちゃダメやっちゃダメって、お前にそんな時間あるのかって自問自答しながら。でアメーバピグとかでもやってたもん。あのブロック積み立ててガチャピンとか作ってた。なんで今日は可愛い格好なの？気分を上げるために可愛い格好したいなと思って、可愛い、自分が思う可愛い格好しました。変ですかね。アメーバピグって懐かしすぎない？まあそうだけど、でもよかったよね。あの時が一番インターネット楽しかったなって思います可愛い、うん、ね、可愛い。これキムをあげるためなので、そう、今日のメイクピンクお強め。そう、今日は新しいメイク道具を下ろしてみました。みんなにとってはピンクなんてどれも一緒だって思うかもしれないけど、ピンクにもいろんなピンクがあって新しいのとかだとラメがちょっと違うとかさ、そういうのがちょっとした違いとか、違うブランドのを使ってるとかがね、そう、女の子はそれだけでときめいちゃうんですよ。私は今日は新しい、アンミカさん白にも何百色あるみたいなやつだっけ私は今日新しいもらったやつを、はや今日やっと使えると思って、それで気分が上がっているんです。うん、まあそんな感じです。私は今からやりたいことがあるのでおさらばしますご飯の写真美味しそうだった。あ、今日今朝送ったやつね。そう
そう、私の得意料理のビーフストロガノフを作りました。もう定期的に食べたくなるんですよ、あれ。簡単だけど手間がかかる。すごい矛盾してるんだけど、すっごい簡単なシンプルな作業なんだけど、それがすっごいめんどくさいの。牛肉一枚一枚に塩コショウと小麦粉を振ってっていう作業、そのね、お肉を開く作業っていうのがすっごくねめんどくさいの。やってることは本当にシンプルなんだよ。味付けも簡単だし、具材とかもそんなに多いわけじゃないんだけど、結構出てくる。うん、ね、また食べてるよって思われちゃう。手にも油つくし、そう、でもどんどんやり方上手になってきて、こっちだけお肉を触る、こっちは菜箸使うとか、あと塩コショウとかも、もう汚れた手で触ってもいいように、そういう調味料の、あるじゃん、いろいろ、胡椒、塩、なんかわーみたいな、オリーブオイルとか、ああいうのに全部キッチンペーパーをぐるぐるって巻いて輪ゴムで留めて、もしこっちの手が汚れてもそれ触っても、そう、本体は汚れないようにするみたいなそんなやり方でいろいろ編み出した。で、汚れないようにするその作業も超めんどくさい。そうだから、たまにしかやる気出ないの、このご飯作るの。唐突だけど、さよなら今日もさらばします。アデューアデューってそんな使わないしバイバイさよなら、よいもっと上手になって帰ってきます、ヨッシーのモノマネ。ニョヒー、これ下手くそ。ニョヒー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 って言うとすごい言いやすい。エロンベロンはエロンっていうエロ、エロだってエロン。ちょっと恥ずかしくなってきた、本当にさよならバイバイ。これで終わるのちょっとじわるな。さよなら。